こんにちは。日曜恒例バンスタジョッキーのお時間です。宮部真理子です。よろしくお願いします。今日は先週の始末新た機種からのご紹介、こんなジョッキーです。久田守厩舎所属、1990年12月21日生まれの B 型、北海道根室市出身の25歳、2011年1月8日騎手デビュー、2011年1月15日初勝利、昨日現在で通算226勝、赤塚健二騎手です。赤塚健二騎手、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してますか？はい、大丈夫。まず先週始末新た騎手からのメッセージをいただいてます。はい、いいですか？真面目な顔をしてインタビューしてくださいということでメッセージをいただきました。はい、よろしいですか？はい、3、2、1でいきますか？はい、じゃあ3、2、1、はい、ということです。始末ある時ご覧になってるでしょうか？ちょっと大丈夫でしょうか？なってないでしょうか？ということで、そしてファンの方からも質問が来ていますのでご紹介します。帯広市の女性の方からです。先日の1回目のジョッキーシャウト、皆様が恥ずかしそうにしていましたが、そんな中でも赤塚騎手は笑顔でしたね。ジョッキーシャウトやってみてどうでしたかということだったんですけれども、どうでしたか？ちゃんと笑顔で頑張りました。頑張りました。大滝さん のアナウンスもすごい良かったですよね。はい、で皆さんこうインタビューをして、その中でもジョッキーシャウトでは緊張はしなかったですか？しなかったですね。しなかったですか？はい、分かりました。そしてなんと菊池和樹騎手からもメッセージが届いています。赤塚騎手は髪型いつも決まっていますが、どこで切っていますかといただいていますが、お答えいただけますか？いろんな美容室で切ってます。あ、決まってはいない、はい、ということですね。たまに自分で。あ、自分で切ったりもして。美容床屋とか利用じゃなく美容の方で行ってらっしゃるんですか？はい。その時はなんか注文の仕方とか。いやー、お任せてる。お任せということで切ってるんですね。わ、はい、かりました。菊池和樹騎手、これで分かったらいただ分かったかと思います。仕返ししないといけない。仕返ししないといけないということで、さて赤塚騎手ですが、根室市出身ということですが、少年時代に馬と触れ合うようなことはあったんでしょうか？じいちゃん家が近所だったので、はい、ちょこちょこ学校帰りとかに遊びに行ってました。あ、そうなんですね。はい、おじいちゃんのお家で馬を飼われていたということなんですね。はいはい、で小さい頃から馬に触れ合って育ったということですか？そうですね。馬にも乗ったりしてたんですか？いやー、ソリには乗ってたけど馬には乗ってないです。馬がソリを引いていたということですか？そうです。はい、ああ、そうなんですね。でその引いたソリに乗って遊んでいて、馬と触れ合って騎手になりたいなということになったんでしょうか？そうだと思います。自然なんか目指してたような気がします。はい、自然に目指して。で動物が好きなんですか？大体好きですね。例えばどんな動物が好きなんですか？好きなのは馬。好きじゃない馬の他にもこう犬とか。まあまあそうなんですね。馬が一番好きということですね。はい。そんな赤塚健二騎手ですが、重賞初制覇は白大砲で勝った2014年の万栄菊花賞でした。その時の出走表がこちらです。こちらの VTR を見ながら当時を赤塚騎手に振り返っていただきます。
平成26年11月2日に行われました万栄菊花賞ですね。この時はどのようなレースだったんでしょうか。早かったんで、はい、ちょっと落ち着いていってた。はい、降りてからは無我夢中で、はい、頑張ってました。頑張っていって、今映ってるのはゴール前にも攻めてきたので、はい、白大砲が来て、あ、それで今こう叩いてるところが映ってたんですけども、これで1着だったということですね。はい、この時の思い出とかってありますか。真剣すぎて、はい、空回りするぐらいやばかったですね。やばかったですか。緊張してましたか。はい、はい、さあそんな赤塚健二騎手ですが、今日は5レースで宗谷エンゼルに久々に乗りますね。はい、過去3回乗って一度2着していますが、その馬はどんな馬なんでしょうか。軽い方がいいと思います。馬場が軽い方が得意な馬なんですね。はい、今日はどうでしょうね。今日はどうですかね。今日は散水をしてるっていうことだったので、5レースなので頑張ります。はい、じゃあ応援してますので、はい、ということで今日は重賞もございますね。あ、はい、はい、こちらも、ね、お祭りもやっているということなので、今日もにぎわってる帯広競馬場だと思うんですが、今日も一日よろしくお願いします。お願いします。さてお時間となりました。このコーナーは次に出演いただく騎手をご紹介いただいています。ではご紹介お願いします。西翔太騎手、はい、次週は西翔太騎手でお願いします。では赤塚健二騎手から西翔太騎手へメッセージをお願いします。真面目にやってください。真面目にやってくださいということでメッセージいただきました。いつも真面目な感じではないんでしょうか。はい、ふざけてますね。あ、ふざけてるんですか。ここに来たら多分、はい、固まってると緊張して固まってるんでしょうかね。ありがとうございました。次回もどうぞご期待ください。皆様からのメッセージも、お待ちしております。こちらです。バンスタジョッキーメッセージ、メールアドレスは万栄競馬スタジオアットマーク gmail.com、 Facebook 万栄スタジオからメッセージフォームよりお入りください。はがき手紙でも受付しています。郵便番号 080-0023 帯広市西13条南9丁目 1-1 帯広競馬場バンスタ係までお願いいたします。はい、ということでバンスタジョッキーどうでしたか。感想は早かったですね。意外に早かったですか。はい、でもとても緊張している感じが伝わってきますか。またお越しいただけますか。はい、では待ってます。お待ちしてます。お待ちしてますので、はい、バンスタジョッキー今日は赤塚健二騎手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。